キチャンネル。ジョン。こんにちは。2023年プロ野球全チーム総括と来年へ向けての課題です。はい、はい、もうそこまでプラスして、そうです、やっぱり、はい、今年を反省して、うん、もうすぐ年も明けるんで、はい、来年に向けてこういうことをやっていかなきゃいけないっていうところで、うん、はい、ね、まず、はい、オープニングチームは、はい、千葉ロッテマリーンズです。おー、ね、今年2位、うん、まあまあ躍進だね。そうですね、うん、2位になるなんて誰も思ってなかったね、うん、まあ、そういったところではね、うん、まあ、結果チームの結果としてはよく頑張ったと思うけども、はい、全体の成績だけ見ると、うん、どれもパッとしない。チーム防御率、はい、3.40、うん、パリーグ5位です。あ、そうなんですか、防御率が、うん、5位だよ。へー、一番悪いのはちなみに楽天 3.52、はい、うん、先発防御率 3.43、はい、パリーグ4位、うん、リリーフ防御率 3.35、はい、パリーグ6位、ピッチャー終わってます。ほんとそうですね、やばいでしょこれ防御率だけ見てた ら点めっちゃ取られてんだよ。2位のチームって感じはしないですね。全然全然、うん、これだけ見てたら、はい、基本塁打、うん、101本、うん、まあ、ここはパリーグ1位に、うん、同率3位、はい、だからまあ平均的だね、うん、球場狭い側に、はい、でフォアボールが397、これは2番目に少ない、はい、だから無駄なランナー出してないし、ホームランも平均的にしか打たれてないけど、うん、点がめっちゃ取られてるっていう、はい、ヒット打たれてるってことですね。だからうん、被安打1194は、5位、だからめっちゃ打たれてる、結構、ね、うん、で失点524だからね、はい、ここがワースト2、で完投4、完封3、うん、完封1だ。クオリティスタート 49.654 位、うん、援護率 3.583 位。でもこれもそんなオリックスが 3.59 だから、うん、そんな変わんないからね。そうですね、だから援護とかも結構してくれてるのに全く抑えられてた、はい、でちなみに打率2割3分9厘パリーグ4位。あ、ここも上位じゃないんだ、うん、でホームラン100本、はい、4位タイ、うん、OPS665 4位、はい、得点圏打率2割3分6厘5位、うん、すごくね、これで2位だからね、はい、投打揃って上位の分野がないですね、全くない、うん、でエラーの数72、4位タイ、うん、で多いね、うん、唯一代打成功率2割4分6厘が、うん、パリーグに、うん、バント成功率8割7分2厘1、うん、2打数1162、うん、盗塁成功率7割8分5厘はパリーグ1。おー、だからもうこのね、今年の勝ち方は、はい、やっぱ相手のミスをついてしっかり得点に結びつけるっていう、ね、うん、であとは負けるとき大敗するんだけども、うん、勝つときに多分接戦で勝つっていう。あと終盤になったら、うん、はい、ノーアウトでランナー出たら和田出てきて、うん、盗塁して、うん、バントして内野ゴロで1点みたいなね、うん、その接戦の点の取り方っていうところはね、まあ良かったなっていうところもあるし、うん、まあ、個人で見ていくとやっぱポランコのね、はい、ホームラン王、ね、でチーム打点も75打点でパリーグポランコが1位、うん、チームの中でポランコの2割4分2厘が一番打率いいんだよ、はい、あ、そうなんですか、うん、規定打席到達してる中で、それはなかなか厳しいよね、うん、だってやっぱりこう、まあ、本当にちょっと失礼になっちゃいますけど、なかなかこう代表選手って出てこない、全く出てこないじゃないですか、佐々木朗希投手以外ね、うんうんうん、だから藤岡とかもね2割7分7厘、友杉2割5分4厘で、まあ、ここのねショートガチャの2人が、うん、まあ、そこそこ頑張ったっていうところもあるけども、はい、中村翔吾が2割2分、うん、その代わり中村翔吾112安打って打率2割2分なんだけど、うん、112安打はチームで一番ヒット打ってるんだよ。へー、これがまだダメなとこだよね。あ、そうなんだ。正直ね、どんなチームなんだよっていうね、はい、で荻野の怪我も痛かったしね、うん、で藤原も2割3分8厘も痛いし、角中の2割9分6厘頑張ってるからね、おじさんばは、はい、この前サヨナラ賞を取ってたけどね、はい、うんうん、高部がね、うん、1試合も出ず、はい、で山口も2割3分5厘ホームラン14本、ちょっと期待値からするとね、うん、低いよね。あと石川慎吾3割4分8厘ね、これトレードできて、うん、大正解っていうね、はい、で和田も2割6分5厘、ヒットもそこそこ打ったしね、うん、足っていうところでは、でもやっぱり多
村なんて1割6分6厘だよ、身長より低いんだよ。で、打つ捕手っていう佐藤だって2割1分8厘、2割1分8厘って打つ捕手でもなんでもないからね、はい、正直。池田ライトも2割6分5厘、あれ池田レギュラーちゃうかって一瞬積極的にあるし思ったけども、まあ、つかめないっていうね、はい、安田も2割3分8厘、うん、ホームラン9本、打率低すぎっていうね、ほんとよく2位になったよっていうね。でピッチャーはね、まあ、あの小島10勝、種市10勝っていうね、まあ、10勝投手が2人出たっていうところも大きいし、あと最後やっぱ佐々木朗希が怪我してまたいなくなったのが痛かったな、ね、うん、あれがいたらもう楽々の2位だったけどね、はい、佐々木朗希がいたらね、怪我していなくなってから徐々にこう加工してきましたもんね、うん、そう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 、でまあリリーフでいうと、まあ、坂本ね51試合投げて、うん、左も頑張ったし、あとはまっすーもね58試合登板して36セーブ、うん、まあ、最後松井にね、はい、セーブ抜かれちゃったけどね、防御率もちょっと、もうちょっと抑えたよな、3.71、うん、2点台後半いったよね、沢村も34試合投げたけど 4.91、 防御率苦しいし、ペルドモが53試合 2.13 ね、うん、ペルドモ頑張ったなっていうね。で、あの新人王のところも出てきたけど中森がね、はい、13試合登板して、うん、これ来季以降もね楽しみだっていうね、はい、横山も38試合投げて勢いあるんだけど防御率 5.26 っていうね、うん、まあ、ストレート勝負になるからもうちょっと変化球のね磨きかけていかないと、はい、あのアジちゃんでも見たけど変化球が緩いんだよね全部、うんうん、で結局もう最後なんか力勝負でストレートみたいなって考えた時にチームとしてはよく頑張ったけどなかなか苦しい、個人の成績っていうところがなかなか、だからもっとこうね上げていかないと、うん、でしかもよ現状何が全く苦しいかというと、ポランコ、ペルドモ、あのこの絶対抜けちゃいけない2人が、はい、保留者名簿から外されまして、はい、今あの再就職先を探し中です彼らは、はい、だからより高く買ってくれるところを探してんだろうね、うん、代理人とともに、はい、だからもちろんロッテにね帰ってくる可能性もあるし、うん、蓋開けてみたら違う球団で行ってる可能性ありますね、もう外国人の2軍になってるからロッテが、はい、デスパイでも頑張ってのに、うん、ホークス行って、はい、でロッテも入ってたら、はい、いやデスパはチーム愛あるから出ていいから、いや絶対出ていいから、外国人選手チーム愛あるやつなんていないから、うん、それ結果的にいっぱいお金くれてそれ自分の条件飲んでくれてるから好きなだけだからっていうまあ条件がいいところに行きますよね、いや外国人なんてそうだよ、だ、ね、愛なんてね、もと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 だってアメリカのメジャーリーグがこうガンガン回るんだから、はい、ね、うん、だからポランコもフェルトも、うんいなくなったら終わっちゃうよ、どうすんの、だから日本人選手頑張るしかないですよ、で、うん、安田選手とか山口選手とか思うやん、うん、これはまだこっからが、はい、新情報で、うん、まあ、こう発信されてるとこもあるけども、うん、来季、はい、中村翔吾がサードに来るらしくて、はい、で藤岡がセカンド、うん、でショートを友杉と茶谷で行きよう、うん、そしたら、うん、ファースト安田どこ行きますかっていう、 DH もうポランコおらんって言ってるようなもんや、でファースト、はい、山口とか、うん、もうそしたら井上とかもういらんやん、そうですね、うん、で外野が、うん、まだ大きいのが頑張るでしょ、はい、おっさんで、で藤原選手とかやっぱ頑張ってほしいですね、1割戦だからね、はい、もっと頑張らないと、うん、で高部が復活するのかどうか、うん、であと岡宏美いるからね、はい、で山口ちょっとじゃ外野に回すかもわかんないけど、うん、いやーきついねその打線ですね、でキャッチャーがまた松川とか、うん、田村とか佐藤、はい、全員2割を使うたらいいか、うん、いや松川もっと成長しなきゃいけないというところもあるけども、うん、いやなかなかきついね、そうですね、これはだ個々のそのベースをもうグッと上げないといけない、いやだいぶ上げないといけないからね、うん、個々のベースを、そうなった時に、うん、中村翔吾もう来年32歳、であとは藤岡来年31歳、うん、だからここら辺がもう完全に結果残せてなきゃいけないのよ、うん、こう30前後ぐらいが安定的な成績をという、うん、それがまだね、うん、さらに成長してって言われてるってきついよ、うん、そうですね、うん、活躍して当たり前っていう人がそんなにいないですね、そうだね、だから今年の成績見てても本当になんで2位になったんやろっていうぐらいのまあその種市と大島が10勝したのは本当大きかった、はい、ここがね、うん、だって下見たらソフトバンクは多分有原だけだし、うん、10勝が楽天多分10勝いないし、いないですね、っていうところで、うん、まあ、その10勝を2人が達成できたっていうところも、うん、多分2位の要因でもあるし、で、まあ、リリーフの防御率悪いんだけどもペルドモ、増田、そして坂本でね、この西村ね、はい、日本ハムから移籍してた、うん、西村のこの大活躍で、ね、うん、防御率が 1.25 だからね、44試合登板で4勝0敗、はい、この西村の存在も大きかったね、うん、だから西村、坂本、でペルドモ、増田っていうところが、でもそのマリーンズの場合は
こうさっきどこもそうだけど2試合投げたら休むから、はい、その2試合投げて休む時に違うやつ出てくるやん、うん、でそいつらを打たねびやん、だからチーム全体の防御率が悪くなる。あ、だから今のプロ野球のリリーフの防御率って昔で言うとあの小林雅也とか6試合連続セーブあって、うん、6試合連続だよ、はい、だから火水木金土日、まあ、チームが6連勝してるっていうのもあるけども、はい、毎日出てきてセーブ取ってる、うん、っていうのになったら、うん、その方程式しか出てこないじゃん、はい、阪神だと JFK みたいな、うん、そしたらリリーフの防御率グッと下がるわけよ、はい、決まったやつしか投げないから、うん、でもで負けてる時だけいろんな選手が投げるじゃん、うん、でも今のプロ野球っていうのは勝ってる時もあのリリーフ そのマネージメントするから勝ってるけども守護神出てこなかったりとか休ませますもんね、うん、勝ってるけどリリーフエース出てこなかったりするから、うん、でそこで新しく出てきたやつがそれは普通に言ってもその常に投げてる方程式よりは能力下がるわけじゃん、うん、でもそいつらが抑えてくれたらいいけどそいつらがやらかしちゃうでプラス本職のやつらがやらかしちゃうと、うん、一気に防御率悪くなるから、はい、そういったところもあるけども、ね、西村、はい、坂本とトレードできた2人、うん、で、ペルドモで増田っていうところはリーグでね頑張ったかなっていうところもあるけども、うん、もうちょっと安定的に投げてほしかったでメルセデスもね4勝8敗やからね、うんまあ、援護とかなかったっていうところと、うん、あの6イニングぐらいで変わるから長いイニング投げないからね、はい、であとはこのねあの鈴木翔太中村この両差はもうちょっと頑張ってほしいよね、はい、もうちょっとね、うん、全体的にはあと澤田か澤田も頑張ったね、あそうですね、うん、リリーフねだからリリーフはねあの移籍した組が結構頑張った、ねうん、でもロッテのダメなところは、はい、ここ4年ぐらい、うん、あの勝利の方程式2年連続同じ選手って増田しかいないんだよ、まあ、でもそれありますね、うん、佐々木千葉がよからかよかったけどいなくなって、うん、ね国吉よかったけどいなくなって、うんはい、でそんなんばっかりだからそこら辺は構築していかなきゃいけないと来年石川は、まあ、今年もいなかったけど多分来年もいないんだよね、はい、方はね、うん、やっぱ佐々木朗希がやっぱ1年間通して投げてくれないと、うん、きついよな今年も15試合登板で7勝4敗防御率 1.78 だからね、うん、防御率やっぱさすがにいいですけどね、うん、投げないとねこの前の、ね新人の時に山下俊平太の方がいいからね、はい、9勝3敗だからね、うんそういったところではやっぱ1年間ね投げてほしいなっていうところもあるけども、うん、やっぱ全体的に今年はすごいよくやったと思う2位は、はい、この成績だけ見ていけば、はいねうん、で相手のミスをついていくしかもそれをねミスをついても得点しきれないって意味ないから、うん、そこでしっかり得点しきったあとはねこの盗塁の成功率とかね犠打の成功率、うん、これ構図を利かして確実に1点を取っていく野球っていうのはうまかったと思うの、うん、私なんかこう吉井さんが新監督になって、うんなんかこう面白い采配するなというかあリリーフでこんな作るんだとか、まあうん、いやそれはもう先発がいないからで、ね、先発の頭数がいないからあの仕方ないって言ってたいや先発沢村とおおそうなんだみたいな、うん、でも1イニングしか投げないから、はい、だからもうああいうのやってること自体きついよね、まあ、そうかチームがきついってことになっちゃうのかそういないからで、ね、いたらやんないから、はい、とかそういったところもなんか戦力のちょっと薄さっていうのもあるし、うんまあ、結構硬い野球するなっていうところもあったんで、うんまあ、だから硬い野球しないと一気にトントントンで点取れないっていうところがね、うん、あの硬い野球の1点ずつっていうところにつながってるから、うんまあ、もうちょっと采配しなくても吉井さんがゆっくり見てても勝てるような試合になってくると、はい、もうちょっと強くなると思うから、うん、全体的にはもうだいぶ個々の能力アップしないと、はい、これより上に行くのはなかなか難しいと思うからそこら辺はまあルーキーも含めて若い選手たちがどんだけ成長するかあとは外国人問題、はい、これをね、契約できるかどうかで、うん、本当下手したら来年再開もありえるっていうね、はい、可能性もあるからね、うん、誰もいなくなると、はい、そういったところでは まだね今後の進捗情報には、うんそれを見ていく必要があるかなと思いますけども、はいねうん、まあまあこのね個々の能力チーム成績を見た時に、うんまあ、この2位はね今年よくなかったかなと思うんで、うんはい、来年は吉井さんがあんまり苦労しないでゆっくり見とくだけでコーチの人たちがゆっくり見とくだけで勝てるような試合が増えるともうちょっと上に行くと思います。はい、おまけです。はい、ロッテ、うん、いろんなファンの人とのイベントもあって、はいね、里崎ライブ、うん、声を拾ってきて、はい、それいいじゃんって思ったのが一つあるんだよ。それいいじゃん、うんうん、ファンの人の声を受けて、はい、DeNA の外と契約しようっていう。おあれだ、ファンの人じゃないわ。 e ベースボールで、はい、そのロッテの選手と、うん、その話してて、うん、プロスピの、うん、でなったんだ、はい、来年石川もゲームの中からもいなくなるし、はい、ポランコとかもいなくなるかもしれないし、うん、これゲーム内ステータスめっちゃ弱くなるぞって言ってたら、うん、外取っていきましょう、広角アーティストだからって言ったゲーム上、はい、お、外いいねって言って、うん、ロッテどう外 DeNA の安く、うん、
確かにポランコいなくなっちゃうんだったら、でファーストもさ、うん、おらんやん。うまいっすからね彼、うん、ゴールデングラブ賞を争ってましたから、はい、前の年だから外ロってよくない、ワンチャン。だから自由契約で決まってないのか、うん、決まってない。だから、ね、5000万とか8000万とかでもいいから、うん、俺外ロっていいんちゃうかっていう。そうですね、うん、でもそこでめっちゃ活躍したらまた他球団行っちゃうんですよねみんなね。まあまあそれでももういいやもう、うん、とりあえず、うん、はい、ということでね、おまけの話です。はい、はい。